皆さん、こんにちは。こんばんは。ミッキーでございます。イェイイェイ。今日も、相変わらずですね、アモスさんからの、ネタなんですけども、すっごい記事がありましてね。バイクの事故でね、なんか脳を欠損して、でも、治療は不可能や、って、医者に見放されていたのに、なんと、メタリカですね、メタリカ。メタリカのコンサートに通うようになってから、脳がみるみる回復するという、なんか現象があったらしくてね。これはいい話ですよね。キルエムオールならぬ、キュアエムオールですよね。私ね、この話聞いてね、非常にちょっとね、高校の時の思い出があるんですけどね。まあまだ、私昔からロック好きでね、よく聞いてたんですけど、高校の時にね、クラシック好きのやつがおってね、おい、ミッキー、そんなもん聞いとったら、頭は絶対やられるで、うるさいわ。でね、ある日なんか、雑誌かなんかのニュースがあってね、植物にクラシックを聴かせると、すごい、早く成長するのに、ロックとかヘビーメタルを聴かせると、すぐ枯れる。なあ、見てみ。こういう、科学的な結果もあるんやで。どこが科学的やねん、こんなもん。植物なんかお前、あれ、いつか枯れるんや、とか言って。なんかそんな話をした思い出がね、ちょっと思い浮かぶんですけども。ねえ、メタリカがね、なんかその医療的に効果があるとか、うんぬんじゃなくて、やはりね、こう、自分が好きなもの、いいなと思ったものをね、こう、体験するとね、こう奇跡が起こるっていうのは、よく聞く話でね。例えば末期がんでね、もう助からねえやと思って、で、やけくそでね、飲めや歌えの大騒ぎを、一ヶ月くらい、ねえ、こう、思いっきり楽しんだら、なんか癌が消えちゃった、みたいなね、話も聞くんでね。やはり自分がね、いいなと思っていることにはね、やはり、こう、最後まで諦めずにね、没頭するっていうのは非常にね、奇跡を起こす一因かなとも思います。で、メタリカなんですけどね、アルバムごとにね、結構いい曲があって、一枚選べって言われると難しいんですけどね、なんていうか。一番売れて、なおかつ、割とね、メタリカにしてはコンパクトで聴きやすいっていう意味でね、ブラックアルバムっていうのがね、一般的には、マストになってるんですけども、バンドとかやってて演奏が上手い人はマスター・オブ・パペッツが一番っていう人が多いですね。私がね、好きなのはファーストのね、キル・エム・オールがね、一番好きなんですけどね。やっぱ一番最初にね、聴いたアルバムっていうのはやっぱり一番思い入れがあってね、なかなか思い出補正からね、抜けるのがちょっと難しいですよね。で、まあ、最近ね、古いアルバムもリマスターで音が良くなってね、なんかキルエム・オールも全然ね、リマスターで、うってこう思うぐらい良くなっちゃったんでね、さらに思い出補正から抜けれないっていう話ですね。で、2位がね、音は最低やねんけど、よう聞いたんが、アンド・ジャスティス・フォー・オールってアルバムですね。これは、すごいよく聞きましたね。これもね、一応、いつかな、去年かな、去年か一昨年か、なんかリマスターが出てるんですけどね。まあ結局、ベース音がね、ほとんどなくてね。で今回、リマスターするときにベースが乗っかるんじゃないかっていう噂があったんですけど、まあ結局、ベース音はほとんど聞こえないまま、ね、リマスターやって。そこだけね、
きっちり出してくれたらいいのになと思うんですけどね。なんかYouTube でもね、ライブの演奏をもとに、アルバムの音源にそのベースラインを乗っけてるビデオとかあったりとかしてね。それ聞くとね、こっちの方がええやんけって思うんですけどね。まあ、メタリカね、聞いたことなかったら、黒い蛇がね、トグロを巻いてるアルバムから入ってもらって、今あれですもんね、スポッティフィがあるから、みんなのお気に入りから聞くとね、順当にいけると思いますんでね。ぜひね、試しに聞いてみてください。なんやかんや言ってね、映画とかドラマとかでもね、メタリカって名前出てきますからね。はい。ぜひね、聞いてみてください。私個人がね、おすすめする病気が治りそうなアルバム。はい。今回ね、3つに絞ろうと思ったんですけど、絞りきれなかったんでね、5つ紹介させていただきます。よかったら最後ね、見ていってください。まずね、割と新しいところから行くとね、エヴァネッセンスのバンドが最近出したんですけどね、ビタートゥルース、苦い現実って言ってね、ジャケットがね、こんな感じでね、お薬出しときましょうねっていうアルバムなんですけどね。いや、そんなアルバムでもないんですけど。で、このバンドはね、非常に恵まれてましてね、メジャーデビューからね、映画のサントラに使われて、で、すごいヒットしたんですよ。映画はそこそこやったのにね、曲の方だけヒットしてね。で、ボーカルのね、エイミーさんとね、中学からのお友達のギターとね、バンド始めたんですけど、ギターの方がね、もうなんかいろいろあって、やめちゃったんですよね。で、その後ね、ギタリストがなかなかね、安定しなかったんですけど、前のアルバムからね、女性のギタリストでね、ジェン・マジェーラさんっていうね、女のギタリストがね、参入してね、この人がね、なかなかいいギター弾くんですよね。で、今回もね、なかなかね、がっつり来るし、曲もいいしね、なかなか独創的なリフも弾いてたりするんでね、ぜひね、試しに聴いてみてください。多分、かなりスッキリすると思います。はい。次はね、お薬といえばね、ペインキラーですよ。鎮痛剤。ジューダス・プリーストってバンドね。メタルゴッドのアルバム、神ですよ。メタルの神様。で、このアルバムはね、ちょうどメンバーチェンジがあってね、ドラマーが若いやつに変わって、もうツーバスの暴れる音からね、始まるんですよね。ドドドドドドドってね。これがね、もうたまらんっすよね。もう、これぞメタルっていう感じのね、なんていうかアドレナリン出まくりの最高のアルバムでしたね。はい。で、このバンドもね、すごいキャリアが長いんでね、すごいいい曲がね、いっぱいありすぎてね、ちょっと、それに語っていくとね、すごい、もう無限に喋れるんでね、あえてね、この一枚だけにしておきます。はい。これもね、Spotify のみんなの好きな曲がね、結構順当にいい順番でしたんでね、そちらの方でね、確認してみてください。とりあえずペインキラーからね、入ってもらって。はい。あとは、ほぼ、あれですね。はい。まあ、何枚かね、ボーカルが変わったりとかね、とんでもない、なんか、おやおやっていう、展開のアルバムも何枚かあるんですけど、まあ、ほぼほぼ、いいアルバムばっかりです。次はね、オペレーションマインドクライム。手術
心の、なんていうかね、犯罪。クイーンズライクっていうバンドなんですけどね。まあ今もやってるんですけど、ここもね、ボーカルがね、変わっちゃってね。で、このアルバムはね、もうすごいんですよね。コンセプトでね、丸々一枚、ドラマ仕立てでね、一人の、精神病院にぶち込まれた男がね、自分の記憶を取り戻していくっていうドラマなんですけどね。ちょっとね、もろ、なんていうかね、ピンクフロイド、ピンクフロイドが入ってたりとかね、するんで、ちょっと笑っちゃうところもあるんですけどね、大げさすぎてね。これはでもすごいですよ。90年代の名盤じゃないですかね。はい。で、これ結構ね、ヒットしましてね。で、さらにね、この、次のアルバムがね、すごいメガヒットしましてね。だから、エンパイアかな?エンパイアってアルバムなんですけどね。で、そっちはね、別にコンセプトじゃないんですけど、いい曲がね、いっぱい入ってるんですよね。これもね、ほんと病気治りそうですわ。はい。ははははは。これ復活、ね、元のボーカルで復活せんかなと思うんですけどね。今も頑張ってるんですけどね。でもやっぱりなんかね、ちょっと今のバンドはちょっと違うかなっていう気がしますね。はい。次はね、アイサレンダー、レインボー。これね、英語のタイトルがね、助けるのが難しい。なんかジャケットが面白いでしょ。いかにもなんかやり手の手術するぞ、おいみたいな、いかにもね、直すぞ、こらっていう感じのね、ジャケットなんですけど、これはね、まあ、ギタリストがね、リッチー・ブラックモアっていう人で、まあまあ、ディープ・パープルっていうバンドでね、有名になって、で、レインボーっていうバンドでね、自分立ち上げて、で、ここはね、ギタリストはそのリッチー・ブラックモアのままで、ボーカルはね、コロコロ変わるんですよね。ジョーリン・ターナーっていう人がボーカルやってるんですけど、まあ結構爽やかめのボーカルでね、アメリカでもなかなかヒットしてね。で、まあ、このアルバム自体はね、いいんですけども、次のアルバムがね、私、個人的に一番好きなんですよ。闇からの一撃やったかな。こう人の顔がアップになってるジャケットのね、やつなんですけど。これはね、時期によってはね、すごい、クラシックな曲調やったりとかね、なんかアメリカンな軽い曲やったりするんでね。まあ、そうですね。いろいろ試していただければ、結構ハマると思います。はい。で、次がね、フェイスリフト。要はあれですよね。こう、頭をこう、うーっと持ってきて、シワ伸ばすやつですね。アリス・イン・チェインズというバンドなんですけどね。これがね、もうこのアルバム聴いたらね、本当にね、こう顔のシワが、へぇーっと伸びるんちゃうかな思うぐらい、なんか、すごい、アルバムなんですけどね。グランジ・オルタナって言って、ちょっとね、ダークでヘビーな、サウンドなんでね。そうですね。で、ここもね、今やってるんですけどね、ボーカルが死んじゃってね、今、何代目やろ?3人目かな ボーカルね。曲はね、相変わらずいいんですけど、やっぱり、ね、初代のボーカルっていうのがね、いい声してるんですよね。この、なんともね、こう、ちょっとね、勘に触る、ってこう歌い方がね、たまらんのですけどね。で、これフェイスリフトっていうのはね、メジャーファーストなんですけど、もうセカンドのね、ダートってアルバムもね、激ヤバなんですよね。もう、ヘビーの塊みたいなアルバムでね、
この2倍はもう最高ですね。はい。ということでね、一応病気が治りそうなということなんですけど、まあ逆にね、病んじゃうかもしれないんでね、使用上の注意はね、よく読んでって、どこにも書いてないっていうね。まあ、あれですよね。今はもうほんま、あれですよね。Spotify とか YouTube でね、何ぼでも聞けるんで、進めやすいですよね。ということで、メタリカのニュースに嬉しくなって動画を一本撮ってしまいました。よろしかったらね、評価と登録の方ね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。